戦闘開始。ナルト、お前が何を言おうが、俺は変わらない。激闘に幕が下りてもなお、サスケとナルトは対峙を続けた。睨み合う両者。だが、サスケを連れ戻すため、マダラがその場に現れたことにより、事態は収束へと向かい始めた。そこに、つながりは見えない。それでもなお、ナルトは、サスケを追うことを決意し、そして、サスケは、伸ばされる手を打ち払うため、新たな闇を手にすることを決意する。すでにその瞳に、光はなく、いずれ訪れる大事の時に向けて、サスケは再び歩き始めようとしていた。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだよ。お前は、俺がどうなろうがお前に何の関係がある。俺には俺の道がある。これがナルト、この威圧感は何だ。お前は一体何なんだ。友達だ。なんでだ、な
なんでそこまで俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を。これが最後の術になるだろう。キリン！雷鳴と共に散れ。全てはイタチが仕組んだ戦いだった。あいつはお前のことが何よりも心配だった。血の涙を流しながら、感情の一切を殺して里のために同胞を殺しまくった男が、どうしてもお前を殺せなかった。その意味がお前にわかるか。あいつにとってお前の命は、くそ、すっげえ、許せ、サスケ。これで最後だ。体が冷える。そろそろ戻るぞ。俺もお前の憎しみ背負って、一緒に死んでやる。どうした？なんでもない。かつての日々を捨て、かつてのつながりを断ち切る。瞳を閉じ、深淵に沈み、憎しみを吠えて、少年は再びそこへ。望む野望はために、そこに絆はない。友はもう見えない。